サミさん第294回 TOEIC L&R 公開テスト感想を言ってみたいと思います。で本日私が受けてきたフォームはこれでございます。皆さん写真ですね。1枚目のものが車のドアの前に立つ男性で、これに関していきます。皆さん今回はですね、ここに書きました通り、もう的中祭り、もう的中のオンパレードということですね。まあ今までたくさんの動画を出してきた甲斐がございます。そして今日初めてお会いする方ですね、我々この SLC の YouTube チャンネルは毎日朝、まあ、大体3分ぐらいなんですが、パート5そしてパート6それに関する英文法の動画を出しております。でさすがに毎日やってるとですね、まあ的中するんですね。ですから6月以降も受けられる方ですね、できれば明日以降もこの SLC の YouTube チャンネルどしどしご覧いただいてですね、でもちろん新しいものから古いものへ遡っても大丈夫なように投げておりますので、その点は特に問題なくご視聴いただけると幸いです。で今からお話をするんですが、パート567を先に行きますね。一体どのあたりが的中したのか。で早速皆さん一番上でございます。まず昨日の動画もそのままズバリ出ておりました。到達とか到着を示す前置詞 to、 まさにこれが成果になっておりました。そして第5文系の help、皆さん第5文系と言われたら注意していただきたいところが、そうです、保護ですね。皆さん保護の形が皆さん to 不定詞なんですけども、ここに皆さん ing とか過去分詞は置けませんよ。 to 不定詞置くのを知ってますか、というものがズバリ出ておりました。で続いて時制に関する問題ですが、期間を示す語、まあ for とか since は有名ですが、前置詞 in とか over、 これもまた皆さんズバリ正解になっておりました。で続いて動名詞、皆さん動名詞で有名どころ、皆さん consider、 皆さん consider ときたら後ろの目的語 ing で表記しましたよね。まあ enjoy の後ろは ing とか finish の後ろは ing、 まあそのレベルはちょっと簡単なのであんまり出てこないんですが、それよりもちょっと上のレベル、まあ過去の動画では consider 以外にもいろいろお話はしてますが、今日は consider がズバリ出ておりました。そして関係代名詞の省略パターンを見抜いて選ぶ問題、こういうのもありました。そして分子構文においては時を示す接続詞、それの後ろにこれまた何でもかんでも置けるわけではなかった、そうです、その後ろは ing かもしくは過去分詞で、今日は皆さんこの時を示す語 after、 まあこれが正解になっている問題が1問ございました。そして皆さんこれはパート7の長文中で出てきたんですが、主語は時代とか時間、そして目的語に出来事で、その時に使うのは有名な動詞 see なんですが、そんな使い方を知らないとなんじゃこりゃってなってしまう文章もあったんですが、それも過去の動画で何回かお伝えをしております。で初めてお会いする方、そして今までご覧になっていただいている方ですね、6月以降もさらに的中が狙えるよう毎日配信を続けますので、ぜひご視聴を続けてくださいね。で現実難易度はどれぐらいだったかというと、皆さん左側ご覧くださいね。ただ標準レベルが8割、ややなレベルが2割、まあこれはいつも通りで、パート6の難易度は標準レベルが12問、そしてややなレベルが4問、まあいつもよりかはちょっと難しかった感じで、パート7ですが、いつもは8割ぐらいが標準レベルですが、それよりもちょっと難しい、まあとにかくいっぱい読まなくちゃいけないですからね。そして皆さんリスニングセクション戻しますが、まずはパート1、まあ、いつもこのパート1が難しいんですが、今日はまあ普通に戻りました。でその分パート2がややなレベルを少し多め、まあ、いつもは標準レベル20問ぐらいなんですが、今日はちょっとややなんが多かった。そしてパート3とパート4ですが、まあ、いつも通りパート3の方がちょっと難しくって、その後まあ標準レベルがずっと並ぶ、まあ、とにかく今年2022年度は皆さんリスニングセクションなんかが目立ちますからね、常に音読、シャドーイング、オーバーラッピング頑張っていただきたいと思います。で一方皆さんリーディングセクションはこちらの動画、我々の動画を活用していただきますと皆様のスコアアップ、それにかなり貢献できるかと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。